ここからは交渉作業における注意事項です。高所とは高い場所のことです。溶接作業や塗装作業を行う皆さんは落ちたら危険な高い場所に登ることがあります。ここでは高所で作業する皆さんの体を守る墜落制止用器具や高い場所に登る時のルールについて学んでください。墜落制止用器具は墜落や転落から命を守るための重要な保護具です。墜落制止用器具は宙吊りになった時に両肩両足で体重を支持する構造なので、一つ一つのバックルを確実に締めておくことが大切です。高い場所に登って作業するときは必ず墜落制止用器具を装着し、ランヤード先端のフックを手すりや親綱にかけてください。墜落制止用器具はこのようなところで使用します。ブロック状の手すりのそばで作業するときは手すりに墜落制止用器具のフックをかけましょう。墜落制止用器具のフックをかける場所がない場合は親綱を張ってかけます。2メートル以下の手すりのないブロック端部などではクランプを取り付けてフックをかけることも有効です。この高さから転落する災害も少なくありません。これは垂直はしごを降りる際にはしごをつかみ損ねて落下した状況を再現したものです。原因は片手に物を持って垂直はしごを昇降していたことです。垂直はしごを昇降する際に転落する災害は後を絶ちません。そこで守ってほしいルールは三点タッチです。三点タッチとは常に両手と両足の3点がはしごに接触している状況のことです。まずこちらの映像をご覧ください。よく見ると右と左の手と足が交互に動いていますね。この状態ではしごをつかみ損ねたら転落してしまいます。次にこちらの映像をご覧ください。手足の順番で動いており、常に3箇所で体を支えています。これならはしごをつかみ損ねても転落する危険を減らすことができます。確実な3点タッチの方法を覚えてください。高所に工具や部材を上げる際は荷上げロープを使用してください。物を手に持って登ると三点タッチができなくなり大変危険です。足場板には1枚ごとに重量制限があります。表示された制限荷重を守ってください。
鉄板は重いものです。工事準備の際に足場上に乗せすぎることのないよう自分の体重も含めて計算してください。高所で作業を行う際は下部を立ち入り禁止にしましょう。部材や工具が誤って歩いている人に落ちたりすると危険です。縄張りをして明確に表示しておきましょう。次に高所作業車です。高所作業車とは大きなカゴ状の装置に乗って高いところで作業するための乗り物です。運転に必要な資格は法律で定められています。カゴ状の装置はバケットやバスケットなどと呼ばれ、この中の操作パネルで操縦します。バケットには重量制限があります。部材の積みすぎや搭乗人数の超過などに注意して決められた制限重量を守りましょう。上部の障害物に気づかず上昇させて、バケットの枠と障害物の間に体を挟み死亡する災害も発生しています。ヘッドガードは外さないでください。始動の前に必ず点検しましょう。エンジン周りに消火器は備え付けてありますか？全周を回って異常がないかを確認しましょう。バケット内にも消火水を備え付けてありますか？また、搭乗する前に規則から操縦して作動に異常がないことも確認してください。点検簿に記録を残しておきましょう。搭乗したらまず墜落制止用器具のフックをかけておきます。フックをかける場所は腰より高いヘッドガードが良いでしょう。この作業車はこのようにバケットの上昇と旋回を同時に行っていました。二方向に同時に作動させると障害物を見落としてブロックやクレーンなどに衝突すると危険です。その拍子に衝撃でバケットから振り落とされる可能性もあります。作動は一方向ずつ安全を確認しながら確実に行ってください。これはヘッドガードを外した状態で高所作業車を動かした時に天井とバケットの手すりに体を挟まれた状況を再現したものです。ヘッドガードは外さないこと、またバケットを移動させるときは障害物との位置関係を把握し、バケットの外には体を乗り出したりしないよう注意しましょう。